ポーツカーはいつの時代もマニアにとって憧れの的です。90年代をリードする新世代の本格スポーツカー、フェアレディ Z。 この言葉を不動のものとするために、私たちは新しい Z の開発を始めるにあたり、過去の歴史にとらわれず世界最高のスポーツカーを作ることに決めたのです。本格スポーツカーの本質を興奮に求め、スポーツカーに要求される全ての要素を高次元で融合させ、世界一流のプレステージを合わせ持つフェアレディ Z が今ここに誕生しました。 The best sport car in the 1990s, back to the real sports. With all the elements required for sport cars being united at the highest standard. コックピットフォルム。ドアを開け、ドライビングシートに身を包んだドライバーがあらゆるシチュエーションで主役となるようデザインされている。それは同時に世界トップレベルのハイパフォーマンスを操ることの満足感を与える限られたシートでもある。ハイパフォーマンスエンジン。スポーツカーにふさわしい性能を追求して生み出されたエンジンは、極めてシャープなレスポンス、滑らかなドライバビリティを実現した。 V 型6気筒、フォーカムシャフト、24バルブ、可変バルブタイミングコントロールシステム、Turbocharger, power 280 PS, 6400 RPM, ツインスロットル、ツインエクゾーストシステム、給排気系にも Z ならではの贅沢なメカニズム、ツインインテーク、ツインエクゾーストシステムを採用。 V 型6気筒エンジンの最大の効率を考えた結果、片側3気筒を1つのブロックと考え、これに対し給気系統と排気系統を独立させた。ターボ、インタークーラー、エクゾーストを左右にそれぞれ与え、理想的な効率を生み出している。 NVCS、 日産バルブタイミングコントロールシステム NVCS は、中低速域においてバルブタイミングを可変することにより、全ての速度域でのトルク特性をフラットにしている。サスペンション、ハイパフォーマンスエンジンを支える足回りには4輪マルチリンクサスペンションを採用。ホイールストロークに対するキャンバー変化を最適化することで、意のままのコーナリングが現実のものとなった。その上、ビスカスカップリング、リミテッドスリップデフを装備。左右後輪への駆動力配分を滑らかに自動調整し、車の挙動変化が最小限に抑えられるため、直進安定性および横風安定性の向上はもちろん、コーナリング中の加速やブレーキング時においての安定性を一層高めている。ステアリング、ラックアンドピニオン、サスペンション、フロントアンドリア、マルチリンクサスペンション、ブレーキ、ブレーキシステム。スポーツカーにとって最も重要なファクター、ブレーキシステムには、レーシングカー並みのアルミキャリパー、ハイコーピストンブレーキを4輪に採用。アルミロードホイールとの調和はアートの域に達している。トランスミッション、マニュアルトランスミッションを新開発し、レバーの回転中心を手元に引き寄せることによってシフトレバーを直立にしている。これにより小気味よい操作感が座った瞬間からスポーツスピリットをかき立てる。ステアリング、低速から高速まで操舵反力をベストチューニングし、あらゆる走行条件でロードフィールを確実にドライバーに伝える、新開発電子制御ツインオリフィス、車速感のパワーステアリングを装備。 Overall length 2-seater 4310mm 2x2、 ドライビングシート、ドライビングシートには高いホールド性に加え、高速走行中の煩わしい上下動を効果的に抑えるダンピング性能を与え、スポーツランに備えた。さらにこのシートのテストには、設計者自らサーキットでテストを繰り返し、人間工学に基づくセッティングを施している。スタイリング、これらのメカニズムを包み込むボディシルエットは、オリジナリティあふれる力強さと気品を結実させた先進のスポーツカースタイリング。The best sports car in the 1990s, back to the real sports. 獲物を狙って走る動物のような躍動感が、フェアレディ Z として現実に走り出した。
テープを最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ドライバーとの一体感を演出するコックピットフォルムは、ドアを開けドライビングシートに身を包んだ瞬間、気持ちの高ぶりを覚えることでしょう。それは座る、触れる、操作するもの全てに刺激的なスポーツカーテイストを追求したからです。しかしその胸の高鳴りを抑え、コックピットをよく見てください。車を操るドライバーがスポーツランに専念できるよう必要なものだけに限定し、さらにスイッチの形状はもちろん、操作性に至るまで全てがこの Z のために新設計されております。例えば手を添えただけでベストグリップポジションが得られるステアリングホイール、サイド部分とバック部分を独立させ、さらにタイトにドライバーをサポートするためショルダーサポートを装備するなど、ジャストフィットさせるため6項目のコントロール機能を備えたフロントシート、右のドア部分にはその姿勢のまま右手だけで容易に装着できる、今までにはないドア取り付けタイプのフロントシートベルト、さらにこのシートベルトにはテンションレス機構を採用し、シートベルト装着によるドライバーへの圧迫感を解消します。これは正しくベルトを装着後、メインキーをオンの位置にした時、ベルトを若干引き出して戻すと適度なたるみを生じ、その位置を記憶します。そしてステアリングホイールから自然に左手を下ろした位置にあるシフトコントロール、新開発のマニュアルトランスミッションはショートストロークを実現し、手首だけでクイックなシフトワークを可能にしています。オートマチックトランスミッションはオート、パワー、ホールドの3モードがあります。ホールドモードはマニュアルミッションと同じ操作ができ、オートマチックといえども決してスポーツ心を失っていません。ステアリング左手奥には使いやすさを考え、コントロールパネルを縦型に配置したフルオートエアコンがあります。これにはエコノミーとオートの2つのパターンがある。オートスイッチを押して温度を設定すれば、室内を一定の温度に自動コントロールします。エコノミースイッチを押すとコンプレッサーが停止してエンジンパワーを最大限に引き出すことができます。なおエコノミースイッチは外気温の高い時は短時間の使用にしてください。このように Z には走る楽しさを存分に味わう数々のスポーツカーテイストがあります。数ある中から Z を選んだあなたには、この優れた装備をフルにかつ安全に使いこなしていただきたいのです。そのためにももう一度取扱説明書をよく読んで、フェアレディ Z のエキスパートになってください。例えば強烈なエンジンパワーをダイレクトに路面に伝える高性能ロープロファイルタイヤは回転方向が指定されています。ローテーションの際はタイヤ側面の回転方向を示す矢印に注意してください。また取扱説明書と一緒にお渡しいたしました整備手帳には、保証内容並びに点検整備について書かれております。もし不明な点がございましたら、いつでもお気軽に日産販売会社へご相談ください。いつまでもこのフェアレディ Z を最高のコンディションでお乗りいただくために、あなたのパーソナルメカニックとして
日産販売会社ではお客様のお越しをお待ちしております。お買い上げいただいた販売会社をはじめ全国の日産販売会社を通じて万全のアフターサービスをお届けしてまいりますので、末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。それでは続いて B 面をお聞きください。